こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F-35A ステルス戦闘機は、米国が諸外国と共同開発を進めてきたステルス戦闘機です。その F-35A 戦闘機が今までアラスカに配備されていなかったことに少し驚きを感じています。アラスカはシベリアと向かい合わせの拠点となっているはず。そんな重要拠点に F-22 ラプターだけでは、すでに F-35A 戦闘機が配備されていると考えていたのは思い過ごしでした。では、今回の一連の米側の考えに、スポットを当てていきます。アメリカの軍事専門誌、ディフェンス・ニュースによると、アメリカは、2021年までに第5世代戦闘機 F-35A ライトニング54機をアラスカに展開する予定とのこと。これによって北極圏及びロシアとの国境地域のアメリカ軍のプレゼンスを大幅に強化できると考えているということです。アラスカにはアメリカのイールソン空軍基地がありますが、この基地での軍用機の収益は F-35A ライトニング2機から始まったということです。もともとイールソン空軍基地はアメリカ空軍だけでなく各国空軍との協力体制で行う訓練拠点になっていました。アラスカの訓練空域にも近いので、訓練内容に関しても拡充が期待されています。F-35A ライトニング2機は、今年4月にイールソン空軍基地に配備されました。この配備は、基地に新たな歴史を刻む出来事になったと言われています。そして、アメリカの太平洋空軍が最初に第5世代戦闘機 F-35A を配備する基地にもなったのです。ここで、イールソン空軍基地について詳しく説明してみましょう。アメリカ空軍だけではなく、他の国々の空軍と共に訓練する拠点となっていたことは前述しましたね。アラスカ州には太平洋空軍の第11空軍の司令部であるエルメンドレフ・リチャードソン統合基地ザイ・アンカレッジがあります。正式にはエルメンドレフ空軍基地とリチャードソン陸軍基地が統合されてエルメンドレフ・リチャードソン統合基地と呼ばれているものです。ここには、厳重に秘匿された門外不出の機能を持つ第5世代戦闘機 F-22 ラプターが配備されていて、第18アグレッサー中隊や地上訓練施設との組み合わせによって F-35 の能力が最大限に発揮されるとされています。余談ですが、このエルメンドルフ空軍基地ではパンアメリカン航空機の墜落事故1968年12月や航空ショーの練習中の事故2010年7月が発生しています。まもなくアラスカには100機以上の第5世代戦闘機が展開するでしょう。それによって世界で最も戦略的な場所としてのアラスカの地位を
確立することになると思われます。世界地図を見れば、一目瞭然、アメリカとロシアの距離は、目と鼻の先です。シベリアとアラスカが手を伸ばせば触れ合うぐらいの近さだと思いませんか？ということは、アメリカにとってもロシアにとってもアラスカが重要な場所ということになります。素人考えですが、北極海が凍ったら、シベリアとアラスカは自由に行き来できるのではないかと考えてしまいますよね。事実イヌイット、エスキモーの人たちは、いてつく表現を行き来しながら暮らしていますから。がんは9代。いずれにしても、アラスカ、シベリアを中心とする北極海は、海底油田や資源が眠っていると言われ、多くの国が喉から手が出るほど、欲しがっているエネルギーの宝庫とも推測されている土地ですから、ことあるごとに揉めるネタになってしまうことは否めませんね。実際、この地域では、ロシアの海上哨戒機が侵入したため、何回か、スクランブル発進が行われたという報道があります。この事実があって、ますます緊張が高まり始めました。具体的には、今年3月14日、チュクチ海、ベーリング海海の北方の海と、ボーフォート海、アラスカとカナダにまたがる海のいずれも公海の上空で、アメリカの F-22 ステルス戦闘機が、ロシアの TU-142 海上哨戒機2機に対して、スクランブル発進するという事態が発生しました。また、4月9日には、アラスカとロシア極東を隔てるベーリング海の公海上空で F-22 戦闘機がロシアの IL-38 海上哨戒機2機に対してスクランブル発進して対応に当たったということもあったそうです。イールソン基地への F-35 戦闘機の配備は数年前、2016年から予定されていたのですが、その背景にはこのようにアラスカ地域における、ロシアとの緊張関係が再燃したことが理由だったのです。では、F-35A 配備についての記事を紹介します。4月21日に到着した第一陣の F-35A 2機が到着しました。基地の上空では、同じ第354戦闘空団所属の第18仮想敵飛行隊の F-16 戦闘機や、エルメンドルフ空軍基地所属の第90戦闘飛行隊の F-22 戦闘機などが出迎えました。F-35 到着の記念飛行も実施されています。イールソン空軍基地で F-35 の到着を出迎えたのは第354戦闘航空団司令官のベンジャミン・ビショップ大佐でした。大佐は、この1号機は中間地点。ここに F-35A を迎えるまでは長い道のりがあった。しかし、この一歩は、今後、イールソン空軍基地で何十年も続いていくであろう、童貞の初めの第一歩でもありますというコメントを発表しました。
この第354戦闘航空団は、第18仮想敵飛行隊 F-16 などが所属しており、日本の航空自衛隊も参加する多国間共同訓練。レッドフラッグアラスカのホスト役を担っています。今回、F-35A 戦闘機を配備ために、2019年10月10日付で1992年に、活動休止となった第356戦闘飛行隊を復活させ、パイロットなど運用に、携わる人員の訓練を行ってきたそうです。また、アメリカ太平洋空軍初の F-35A 飛行隊の司令官は、第356戦闘飛行隊長であるジェームズ・クリステンセン中佐です。彼は、新しい航空機、新しい任務を持ち込んだことで、基地の人々と、航空団に戦闘能力を確立することができて、大きな職務と自覚しております。ここフェアバンクスには基地があり、私たちはこの地の一員であり、そしてアラスカの一員でもあります。地域の人々と共に新たな任務に臨めることは本当に刺激的なことだと感じておりますと、希望に満ちた到着後のコメントを発表しました。先ほど紹介したように、アラスカ州アンカレッジのエルメンドルフ、空軍基地に所属する第3航空団の第90戦闘飛行隊には、F-22 ステルス戦闘機が配備されています。第356戦闘飛行隊の F-35A 戦闘機は、アラスカにおける第5世代戦闘機部隊の第2弾という位置づけになりました。